回の動画は奇跡の世代幻のシックスマンで黒コマバスケ主人公黒子哲也について解説していきます。また今回は主人公だけあり動画が長くなりそうなので前半後半に分けて解説していきます。それでは前半よろしくお願いします。幻のシックスマン黒子哲也について徹底解説。黒子哲也、聖林高校1年生、身長168センチ、体重57キロ、ポジションは不明。圧倒的才能を持つ奇跡の世代擁する帝校中で全中3連覇に貢献した幻のシックスマンで黒子もバスケの主人公。性格は作中で最もバスケを愛しているとも言っていいほどバスケに対し真剣に向き合っていて、身体能力に恵まれないながらどうすればもっと上手くなれるかを試行錯誤して自分のスタイルを見つけ出した努力家で、どんな絶望的な状態でも試合に勝つことを諦めず最善を尽くす負けず嫌いでもあります。また意外と行動力もあり、バスケ部入部の際の目標宣言では声を張ることができないからと校庭に日本一になると書き優勝宣言をしたり、非力ながら不良に絡まれている学生の間に入り喧嘩を仲裁したり、前日に1点差のクロスゲームで倒した青峰にシュートを教えてほしいと呼び出したりと、常人とは一線を画す行動力があります。黒子の強さの一番の特徴といえば、その場にいても気づかないほど薄い生来の影の薄さをさらに薄め、コート上から消えたかのように錯覚させるミスディレクションが挙げられるでしょう。黒子はミスディレクションを使い、試合の最中に自身からボールや他のプレイヤーに意識を誘導して自分以外を見るようにすることでパスの中継役として活躍します。しかしミスディレクションも完璧というわけではなく、1試合40分の試合中ずっと使用できるというわけではなく、あまり長時間使用してしまうと相手に慣れられてしまい効果が薄まってしまったり、同じ相手と再戦した際はミスディレクションの効果が大きく下がってしまうという弱点もあります。しかしミスディレクションが使えなくなるのは一概に弱点というわけではなく、ミスディレクションが切れた状態になって初めて使用することができる切り札、ミスディレクションオーバーフローを使うことができます。オーバーフローは今まで見えなかった黒子が見えることにより、黒子自身に視線誘導することが可能で、チームメイトのプレーと合わせることで黒子以外のチームメイト全てにバニシングドライブと同様の効果を与えることができ、ディフェンスではリングから自身へ意識を誘導することで高速で動きながらシュートを狙う相手のシュート精度を下げることもできます。かなり強力なオーバーフローですが、使用できる時間は10分程度と短いながら、使用したら同じ対戦相手に二度とミスディレクションが使えなくなってしまうという大きすぎる弱点もあります。またパス以外にもミスディレクションや影の薄さは生かされていて、多くの試合でボールを奪い聖林のディフェンスフォーメーションの核心としても採用されているスティールや、奇跡の世代クラスの実力を持つ味方に意識を誘導することで目の前から消えたように見せるドライブ、バニシングドライブや、シュートしたボールが消えるファントムシュートなどミスディレクションを使用することで奇跡の世代にも通用する強力な必殺技を使うことができ、ミスディレクションは黒子というプレイヤーを根幹から支えるスキルと言ってもいいでしょう。また黒子を支えるミスディレクションから繰り出されるパスの種類も豊富で、パスの中継役としてパスの方向を変える通常のパスにボールをぶん殴ることで加速させるイグナイトパス、全身のひねりをボールに伝えることでパスカットしに来た相手の手を吹き飛ばすことができるイグナイトパスの進化技イグナイトパス回、遠心力を生かしてコートの端から端に一気に長距離パスを出すサイクロンパス、狭いコートに選手が密集するバスケでは通常ありえない横のロングパスなど、通常のパスとは違う豊富な種類のパスを場面場面で使い分けることができます。パス以外にもミスディレクションの訓練として人間観察で身につけた観察眼と、今までずっと一緒にいた仲間のみ使用できる疑似エンペラーアイも非常に強力で、チームメイトのみに借りられますが選手のプレーの未来を見ることができる明石のエンペラーアイのさらに先の未来を見ることができ、作中でも数少ないエンペラーアイを止めることができた能力です。またこの観察眼により未来だけでなく味方の状態を正確に把握することができるなど、黒子のスキルは味方をサポートするのに非常に長けた能力が多いですね。抵抗中に入学した黒子はバスケで仲良くなった荻原といつか試合で対戦することを約束し、全国屈指の超強豪校である抵抗バスケ部に入部します。しかし小学5年生からのバスケ経験がありながら身体能力に恵まれない黒子は3軍の練習についていくことができず、試合に出れない日々が続き諦めそうになることが多々あるものの、その度に荻原との約束を思い出し共に努力する青峰に励まされることでなんとか厳しい練習に食らいついていきます。それでも2軍に上がることすらできない自身の才能のなさに絶望しますが、明石にシックスマンとしての才能を見出され、昇格をかけた試合で実力を発揮したことにより1軍へと昇格していき、複数の練習試合で実力を発揮したことでユニフォームを勝ち取り、他の奇跡の世代からも認められる存在になっていきます。
その後は順調に全国大会に進み、荻原と再会を果たしますが、荻原が敗北したことで対戦の約束は叶いませんでした。それでも覚醒した青峰と共にチーム優勝に貢献し、全中制覇を果たします。しかし優勝後、監督である白金が倒れ、奇跡の世代の才能が開花したことにより、チームは勝利至上主義へと変貌していき、チームは圧倒的勝利を収めるものの、全中制覇前のバスケを楽しむ気持ちはなくなっていきます。それでも圧倒的強さで全国大会を勝ち進んだ抵抗中と黒子ですが、準決勝で昨年決勝で対戦した双子の肘が黒子の頭に入り倒れてしまったことで、決勝まで勝ち上がってきた荻原との約束は果たせませんでした。黒子は対戦できないながらチームメイトに全力で戦うことを願ったものの、スコアを全て1で揃えるという遊び感覚の試合をされたことで、勝利至上主義のバスケに嫌気がさし、一時はバスケをやめてしまいますが、バスケをやめないでほしいという荻原の思いを受けて、高校では自分のバスケを曲げず、奇跡の世代を倒すことを誓います。高校進学後、奇跡の世代との初対決は、相手のプレーを即座にコピーする才能を持つ奇跡と練習試合で対戦しました。この時の会場はレギュラーの調整のつもりで完全に競輪を侮っていて、黒子はそんな会場から試合開始直後にボールを奪い、鏡へアシストを決め、会場の度肝を抜きます。しかしこれを受け本気になった会場と点の取り合いになりますが、あまりのハイペースに黒子のミスディレクションの効力が薄れ、奇跡が圧倒し始めますが、鏡が黒子と連携することにより奇跡を攻略していき、ディフェンスでは奇跡に黒子がマンツーマンでつき、わざと抜かれ、後ろからバックチップをすることで奇跡を止めますが、奇跡の肘で出血してしまい、黒子は途中退場となります。その間点差がついたものの、黒子がコートに戻り点差を同点まで詰め寄りますが、バックチップも攻略した奇跡に苦戦を強いられます。しかし奇跡がやり返すことができないように、鏡のアリウープでのブザービーターをアシストし勝利しました。その後両者は夏の全国大会インターハイで再戦を誓いますが、青林が青峰率いる東桜学園に敗北したことにより再戦は叶わず、再び再戦したのは冬の全国大会ウィンターカップ準決勝で対戦しました。今回はお互いをライバルと認めた状態で試合が始まり、奇跡のパーフェクトコピーを警戒する青林は先行逃げ切りを狙い、黒子もバニシングドライブからのファントムシュートと必殺技の連発で得点を奪います。しかし奇跡が予想外にも序盤からパーフェクトコピーを使用することで、黒子の紫バーでも止められなかったファントムシュートをブロックされてしまいます。しかし主導権を捉えた後に投入されたまだ全国大会の試合に慣れていない振り旗をスティールやパスでフォローし、ペースを取り戻します。その後もファントムシュートで得点を重ねる活躍を見せますが、交代直前にファントムシュートの消える秘密を笠松に見破られ、ブロックされてしまいます。その後は鏡を中心に得点を重ね、ラスト4分までの間に15点差をつけ、黒子は再び途中出場します。15点差をひっくり返そうと死に物狂いで攻める奇跡に対して、黒子もイグナイトパス回のアシストをしますが、奇跡に防がれてしまいます。黒子は奇跡のパーフェクトコピーを止めるため、奇跡にマンツーマンでマークし、わざと抜かせてからバックチップ、鏡のヘルプ、伊月のイーグルスピアをぶつけますが、黒子のパススキルを応用する奇跡に破られてしまいます。しかし奇跡のパーフェクトコピーを止めるためプレーの観察に入った黒子は、奇跡のプレーの傾向をつかみ、とっさの状況を作り出すことでプレーを誘導することに成功し、カウンターの速攻からのファントムシュートをブザービーターで決め、逆転勝利に貢献しました。緑間との初対決は練習試合で奇跡を倒した後のインターハイ予選で対戦しました。試合開始から黒子は鏡へのアリウープを狙いますが、緑間にブロックされ、青林もブロックし返し、無得点の時間が続きますが、緑間が3ポイントを決め、黒子がすぐさま速攻のパスをアシストしたのをきっかけに試合が動きます。しかしフォークアイを使用する多幸により、黒子のミスディレクションが無効化され、止められてしまい点差が開いてしまいます。後半に入り、鏡が緑間を止め始め、開いてた点差を一桁にまで詰め寄りますが、鏡は超人的な跳躍で疲労がたまり、徐々に飛べなくなり、その焦りから個人プレーに走ってしまいます。熱くなり周りが見えなくなっている鏡を黒子が諭すことで、鏡は冷静さを取り戻し、黒子も鷹尾の意識を自身に誘導することで視野を狭め、鷹尾のマークを振り切ることに成功します。しかし黒子が見えないながらもパスカットを狙う鷹尾に取られないようにイグナイトパスで鏡をアシストします。その後もパスの中継役として活躍しつつ、緑間にボールが集中することを読み、スティールを決めます。しかし残り時間わずかながら逆転のロングスリーを緑間に狙われますが、緑間の動きを読み切ったファインプレーでシュート
を防ぎ逆転勝利しました。その後両者はウィンターカップ出場をかけたリーグ戦で再戦を果たします。試合開始からボールを奪い合い、鏡が緑間をブロックするなどバチバチのやり合いを繰り広げます。その一方で前回の試合と同じく黒子が高尾に抑え込まれ、パスでわずかに活躍するもののベンチに下げられます。後半に入り、緑間の自身に引きつけてからのパスの展開に苦戦する中、黒子が緑間相手にバニシングドライブを決め、シュートをアシストし、さらにスティールすることで40秒の間に8点差を振り出しに戻す活躍を見せます。最終クォーターではバニシングドライブに加え、ラン&ガンに黒子のパスが加わったことでパスワークに変化が生まれ、激しい点の取り合いになります。点差が入れ替わる残り時間わずかの中で、黒子がバニシングドライブから清をアシストし逆転をかけたフリースローになりますが、清が膝の痛みの影響からフリースローを外したことで同点延長がないこの試合は引き分けとなりました。いかがだったでしょうか。シックスマンとしての黒子の強さと黒子のこれまでについて一部振り返ってきましたが、個人的には中学時代は楽しい時と絶望の時の落差が激しすぎて見てて辛くなる部分もありますが、それを糧に高校で奇跡の世代たちとどう戦い、どう自分のバスケを証明していくかは黒子のバスケを見ていて面白い部分だと思うので、残り3人の奇跡の世代とどう戦うかは引き続き後半で解説していくので楽しみにしていてください。それでは今回はここまで、次回の動画でお会いしましょう。ケンでした。バイバイ。